第39期10代決定戦司会実況の日吉達也です解説は柴田義一プロ森山重一プロが務めますお二方よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします,しします対局の準備ができているようですでは対局を開始してください,い第39期10代決定戦11回戦倒敗のスタートです11回戦はチーチャからアラ南チャ浜上 シャャチ魚谷チャ三浦の並びとんの一曲ドラは9ピンですさあ、えー、近藤の敗退が10回戦で決まり残すところ2戦、えー、トータルポイント、えー、争う戦いがいよいよ佳境となっております 佐島さん、はいえー、残り2戦となりました対、はいえー、局の見どころ注目ポイントいかがでしょうか。はい、えー、っとそうですね上位3人が混戦で浜松さんがちょっとだけ置かれてしまったんで、はい、えー、まあでも浜松さんまあ2連勝は。は 3人抜かなきゃいけないんでね、はい、大体2連勝は絶対条件でまあでも、全然現実的ですよね、荒さんとかでも57ポイント差で2連勝すればね、はいえー、この順位点でも全然追いつきますんでんまずは浜上さん、とりあえずここの1勝ですねやっぱり攻めも強くなってきますかね、そう,すそうですねそれなりに手が入ったらね、はい、ちょっと危険な範囲でも前のめりに押さなきゃいけない場面は増えそうですけどねはいありがとうございます。 さあそしてこの十一回戦からは会長にも、えー、解説に森山会長にお越しいただきます、はい、よろしくお願いいたします。はい、ますさあ森山会長、あ、え、ら、ー、が勝てば連覇、それ以外の三人が勝つと初優勝となるんですが、はいうん、初優勝がかかる三人にとってはこれから先はどういったことがこう事情になってくるんでしょうか。まああれですよね、ブータニは慣れてるから。はい。ブータ初優勝つっつだってね、いろいろ勝ってるんで。柔軟戦に関しては初優勝だけど、うんまあ、まあもう、まあ、まあ他は一緒ですからね。はい、あの。 ただいい位置に今、来てるじゃないですかね。そうですねこの3日目、ここまで2着、2着ではありますが、うん、しっかりと追いい上げてきていますだここ2戦での勝負、まるまる勝負ですからね、うん、まあ浜上君はさすがにちょっと、あれのもちろん2連勝だけど、はい、けど上3人いるからね、2>, えー、2人ぐらい抜けてもね、<laughs> 1人ぐらい残るとかね、うん、結構大変ですけど、まあはい、そういう方針で、今、柴田君が言ったみたいな、そういう方針でね、攻めきるしかないんで。はい まあ、その辺がポイントになりますよねうん。こう前評判の高かった三浦はどうでしょうか。いや、三浦はね、はい、あのー。二日ぐらい前にやりましたけど、絶好調です、ね。ああ、なるほど。今まさに充実かもしれません。えー、ただ、今日はここまで。三着、四着と。ポイントを失って、首位の座を荒あ<ー>そして、二番手の座を、五谷に譲っている格好です。二、あのー、日前、絶好調すぎたからね。<laughs> <laughs> ここからが本当踏ん張りどころですね。うん さあこちらが魚谷の手配ですピンズが3面茶メンツはありませんトイツが4組とちょっと難しい手配かシンプルにシャートしていきますペイチャが三浦ですこちらう除で一メンツチュンが統一親番のあらはマンズでメンツが完成していますドラドラなんですねなるほどドラのーピン統ですねはいここはチーピンつもぎりとなりましたねまあただリアンソは残してますよねはい、うんだから まあ、ある程度は広げて、2層はあの場にあの切れてるじゃないですか、ね、<A> だから三層とかくっつくと、ね、マッが良くなるからあっちの下がったね<ー>、うん、ピンズの上はちょっと切りましたけど繋がればチャンスになるということですね、うん、これドラドラだから、なんとかしたいからねはい、うん、さあ、そして魚谷を三万ワンコにして、イーシャン点ですこちらがアラチャンスでまああのー、アラプロのね、ポイントは僕はね <A> まあ、今点数を見て思うんだけどはい。 その、攻め、攻めたらなんとかなるじゃない。ほう。ということは守ったら。いや、逃げようとするから。逃げる。なるほど。僕は、あのー。逃げようとしちゃったらまずいと思う。うん。だから、攻め切っていけば、なんとかなるけど。その、例えば。 まあよくまあ言葉で言うと「さばく」とかね「さばはい、はい、く」って何よって僕はいつも思うんだけど、うん、そんな都合よくいくの,いくのっていうだからある程度伸びるところは伸ばしていかないと逃げてると他の人がどんどん追いかけてきて例えばリーチ打ってくるじゃないですか、はい、そこ今度はねそのリーチに対応できなくて、うん、まあベタベタ降りちゃうみたいな、はい、そうなっちゃうと大変だと思うんですよ、うん、だからもうある程度手が来てるこの手の感じそんなに悪くないから、はい。 攻めきって、ええあのー、優勝してほしいですね、うん、僕同年、同年代なんで、なるほどですご、ね、頑張ってほしいと思いますぶぶつつけけるるところはぶつけるそうなんですよね。はい、ああの反対にあの三浦君なんかはもうちょっと、ええ、あ悪くなってきてるから、いきやすいよねお<ー>その今、今は3位じゃないですか、はい、だからじゃあ、攻めようっていう気持ちしかないよね。うん、さあ天敗ですよ、うん さあ魚谷ここはリーチに行きますウッパーマンですリーチタンヤオ現在トータル二番手まで上がってきている魚谷トップがなくてこの成績はかなりこう立派というか安定感すごいですよね三、うん、着でも浮きの三着とかも非常に多い魚谷です、うん、まあ三浦君が今三三色のイーシャンって言うんですか三浦そうですね,、はい、ですね,ねかこうやって向かってくるだろうから、えー、浜上はチートイースのイーシャンって言うのはせず さあペーチャーの三浦ドラこそありませんが換算ピンウッパーピンチー,ソーは勝負していくなんでもいいか行かないしょうがないですよね、うん、いい手の時はもうとりあえず攻めようかっていうことぐらいじゃないですか、うん、さあアも来ましたよん、ね、これで2面ん、ね、2面、ね、サブローソースチーマン仕掛けはできませんがこれ面前で入りますからね大きい手になりますそれともウッパーマンが先かいやい、ね、アラプロもいいからね パーマンがなしですね。パワーマンがない。ウーマンが二。いや、ウーマンが二枚かな。うん、はい。まあ、七万とかが二枚飛んでるような状態とかね。これ、えー、もあって、ローアンも二枚見えてますか。だから、結構いい街だと思ってね、本人は言ってるわけですから。はい、三浦選手。のパーピン、泣いてませんでしたね。結構、まあ、泣いちゃダメでしょう,う。残り二巡、ね、そろそろではありますか。いや、泣くのがですか。はい。 な,かなくていいでしょう別になるほどもう脳天でもかまわないと全然その代わりあの面前でテンパったらガ,ガチンといかないと勝てないでしょう,うーんただギリギリになって最後の最後で、はい、まあもう順がなけな,なれば泣いてもいいでしょうけどね次が最後になりますね、うん、まああの上がるチャンスがあればね、はい、頑張って大丈夫だと思いますよ3品が立つ 続けざまにここに来ましたね。これは魚谷の欲しい牌で、あ、失礼。三浦の欲しい牌でした。それが来るなら、ここで。三着でいないっていうことでしょう。うん。さあ、これが。三浦にとって、そして魚谷にとっても、最後の手番でした。三浦は脳天です。あら、三が撤廃できるかどうかだけですか、これ。そうですね。単品筋になってますからね。そはい。なんすか。 ドラドラで上がりたかったよね。ね。うん、ここは流局でとなりました。とんの一曲は、荒野一人天敗で流局です。あ、失礼しました。五体、ね、の一人天敗で流局です。うんまあ、荒野裏流れます。誰,はい、誰も別に何にも可もなく不可もなくも、ね。さあ、そして、この親を迎えた浜上、もう二連勝はほぼ絶対条件になると思います。はい。 ここからはもう親番一つ一つが前の曲で、ねはい、ハイパイであんこが2つぐらいあったじゃないですかああ、りましたね。あスワンゴでもできるかなと思っ全然伸びないのね、うん、そうですね。ちょっと辛いかな、うん、は浜上は9回戦で、えー、今シリーズ初のトップを取って、えー、滑り込みでこの11回戦まで進出。 初日2日目と厳しい戦いが続きました、今日やっと目が開くか、ね、浜上さんも、ね、やっぱ腰が重い打ち手なんで、ね、はい、ポンポンちいちいでな、あのー、長野をつかむ人じゃないんで、やっぱつも、はい、に恵まれないと、ね、やっぱきついんですけど、つもに恵まれた時はもは、どこまでも伸ばせる打ち手だと思うので,、はいそ,うですね、そのチャンスがくるかどうかなんですが、はい、魚谷と三浦の手が。 仕掛けまあいわゆる役牌が二組ずつ統一であ<ら>一気に持って帰りちゃいそうなんですよ。お<ー>魚谷がこれトンチュン統一、はい、そして三浦は初シ統一ですしかもピンズうわあ<ー><ー>いいシャンテンこれはもう全部ポンですかさまずは魚谷がいきますトンのポン,ポン,ンだからポンロンですよポンロン七千七百円ですよねピンズぼかしますぼかさずそのまま 後継変化の方ですかポンロンですよ、まあ。ぼかすだって想像もあるからね。うんうん、だから今は別にマンズ切ってて、次に想像,あの想像を濃くした方がいいんじゃない結局ドライ色だからということですかね。うん、だからそう思われるから別にピンズ切る必要がないね。うんうん、うわ、これポンロンですよ。これもし年前でテンパったらリーチとかどうなんですかリーチでいいんじゃないですか、うん、リーチですかはい。もう仕掛けてる人がいるんだから。白髪者。 シャアは白が荒に1枚あるだけで残り全部山です場にももちろん出ていない、うん、うわ三浦北たかここはチーソーつもぎっていく捨て杯はすでに派手になっていきますまあ本当とあのチーソーちょっと残したいんだよね何ぐらい一回打っても良さそうですかただ,ただ結局最終的に自敗の街になっちゃうからだめなのよ、うん、<laughs> 自敗街は結局総像に見せかけても警戒されちゃうから、うん、はい 確定してますよ、積もったら36000、で、荒の吐くが危なくて、シャーは常に全員危ないですもん。いや、大谷がトンポンしてるじゃないですか、トンポンしてて、何にもほら、ジーナ、リャンウこれ、かごされたら痛いよ、あのね、自配がね、役配が、自配が出づらいのよ、高くなってますか、これは3ピンと入れ替えるか、数ピン3枚見え、9ピン取ってる。ピンでいいいんじゃな別に イーペイコーの変化も後にあるがここからピオピンツをいった、ね、だけどあんまり変わんないねただこれリャンソーでかわされる可能性も高いですが<い>ウオタはもう白シ車は止めれません完全に止めれないリャンソーが三枚見えてる五枚山、はい、対して三浦の白シ車三枚三浦の方が不利だよこれ枚数でいうとすでに不利ですね枚数関係ないよ関係なし状況悪くて良くないんだから リーチをといた方がいいんじゃないってさっき言ったのこんな感じかないやいやいや、上田にはもう止まらないぞもう止まらないじゃないですかあるか天板入っちゃってるかおっ今一回助かった一回助かったでしょ、今一応ね、一応ね、ただリアンソーに受けるよね普通はね目があくっついたこれでリーチだサブローソでもサブローソはちょっと薄いんですよね、パーッと打たれました いや、自敗が高い局面、ね、いや、これでハクシャーリャン、ウーソーサブローソー全員でめくりれ三全員でめくりえ<あ>三枚山のハクツモメンホン約約三千六千。野球回戦十回戦、三着、四着と苦しんだ三浦がついにこの十一回戦で大物と決めます 結構危なかったけどね今いやこれかわされたら結構きますよね、ぐっとくるところで先に打ってて3万が出たかどうかですよね、うーんそうんそですね C, C が入ったでしょうあ、あれが要するに止まるかどうかだから、うそうすると、大谷のうちになってる可能性もあるよね、なるほど、ねうん、さあ、トンの、うん、3局を迎えました、親は魚谷、いや、魚谷がこの3日目、気合いを見せ、あらが10回戦で見事なトップ、三浦だって黙ってるわけにはいかない、3 0 0戦で復活です。 さあドラはイ、e、ーマンです、魚谷、メンツありません、続いて三浦、こちらもメンツなし、ドラが1枚、あら、これもそんなに良くないか、良くないですよね、浜上が1メンツ、まだまださあ、嶋佐さん、こうなると、浜上もいよいよもう燃えなきゃいけないですよ、すね、だってトップ絶対なんですよ、ここ。 ねえなんで、ね、え先手に先手で曲回しがね、はい、あまり自分で全然得なことがないんで結構大,なんか大物ろ手狙いで、はい、結構荒れる局面を増やしたいっていうかね、うんうん、一か八かっていう曲が多くなりそうですよね。なるほど、うん、その中で上がりをものにしてきたわけですね。はい ただ、濱家君、結構真面目だからね、真面目ですね、あ,ねあんまり無茶なことはし、<っ>割としないんじゃないなるほどでも、それも大事だよね、この10段決定戦でも、ここはいくんじゃないかっていうところですっと降りたり、親を手放したりする場面もね、ねありましたよね、ただもうあと残り2戦、マックスで親は4回です、親番は4回、3回,ね、3回か、ごめんなさい、引け、はい、流れてますね、失礼しました。 は2度目の,この決勝決定戦の舞台前回は10年前10年ぶりの決定戦ですウオタ谷、ね、親番ですね、うん、タイヤオの仕掛けですかね、どこかで仕掛けに入んないとドラ切ってもタイヤオの方が上がりやすいってことですか。 全体的に今回はあまりまとまってなくてあらがこの関ン層で引き締まりますまだ大した手じゃないからねこれは一応シャーチャでシャー統一でいいシャンテンですよね、うん、これドラもないってポンをしてテンパイ取ってくるのも十分に考えられそうです、うん、ありそうですまあ危険に近づかないっていう意味あるよね<あ>、はい、もうそんなに高くならないんだったらさっさと蹴っちゃわないとそうですね、うん、これ例えばドラが1枚や2枚あ二2枚やったらまあもっと一枚やっ,ったりすると <laughs> 面前の方だとねさし鋼が見えたりしてねでも今の宜層で単品イペイコが見えるようになったんで、ええ、打点を追う人はシャーシャーで単品イペイ鋼が7 0 0もありますね,まあね、うんうん、さあここは親番の魚谷がカンチー層から仕掛けてあっという間にドラ切りこれはでも周りから見るとちょっと安そうだなっていうふうには見えますよねそれは見えますよ吸、はい出しのドラですからね、うんうん、これはちょっとみんなかぶせてくるかもしれない だからぶせればいいってもんじゃないですよ、麻雀っていうのは上がらせるのがいいか悪いかあるから、要するに、に連チャンさせるのが良くないわけですよだから要するに、茶が問題だよね上、うん、茶がしっかりどれ,どれだけしっかり売って親マークするかということで、はい、今後の展開が変わるじゃないですか。上茶は先ほども話題に出た、真面目な浜上、うんうん、安いからって、例えば簡単に上がらせたりすると、麻雀ってというのはその人がついてきたりするわけですよ。うんはい そういうことをねちょっと忘れないでやっぱりやらないと安いから打っちゃえとか言うとね大体、はい、マージャンってろくなことないです、うん、だから特にそのこういうあと2回戦しかないから、えー、一,一つきっかけを与えちゃうとどんどん駄目になってきちゃうんですようんだから紙茶が問題ですね例ただ浜上のようにこう一気通過みたいな手でバチっと決まればもちろんいやもちろんそうだけど浜上君はだからこの辺はちょっと結構気使う気遣うとこもあるんじゃない、うん さあ浜上さん、ね、は一気通貫のリッチですこういうふうにいかないといけないねさあ大谷これに立ち向かっていくか、うん、まずはローピンチス数ピン通ってませんけど行きましたねいやある程度いかないとしょうがないでしょ自分で仕掛けていってるわけだし浜上さん十分闇手もありましたけどね五千二百の闇点ですもんねいやだからそれを言ってることがおかしいじゃない さっき要するに3人抜かなきゃいけないって言ってんだからででいいいんじゃなリチそれと言ってることが中途半端になってるどんどん行けって言ってるのにさ黙ってらったんじゃないってそれは勝ってる人の打ち方になるでしょうだから負けてんだもんだってもう一か八かじゃないさっきそう言ってたじゃん魚谷この数品もじゃあ行こうっていうことなんですかね真相行きましたね あのー、だから優勝するためには何かっていうことを、ね、うーん、ね、まあ勝ち方は知ってますよねだからある程度これはもう仕掛けたからにはいこうっていうことでねましてや安全な範囲もないですねこれは言ったよ、ね、バシバシいってますねまあそのぐらいの気持ちでいかないと、ね、ウーマンがここに1枚逃れて流れて浜上の上がり範囲はあと1枚ですただあれだよねマンズはちょっとやっぱり怖そうな感じだよね雰囲気はね、うん、8万はチーだよね 打てる牌は一枚もありません。もう安全牌がない。あの考えてる意味あんまりないけどね。どっちを切ろうかということですか？うん、ただ普通に安めにするでしょ。さあ8万5チーです。リャンウソウも全部押し切っちゃいましたね。うん、なんか今年間今のはただ悩んでるだけよね。うん、迷ってるだけで、でもその前からそういう風な打ち方してるんだから、はい、これ大事ですよね。これ押し切って。うん、リャンウソウあと一枚ずつ。ウーマンがあと一枚。 ただ全体的な調子からいうと、浜上君の方が悪いわけでしょ、結局そうですね、かわされてしまう可能性も十分に、まあ、枚数的にもそもそも魚谷が多い勢いは魚谷のほうにあると、魚、はい、谷は優勝するためには、例えばこういうのが上がれないと、ここまで仕掛けちゃったらね、ここで5200打つようだと、ちょっと苦しいよね、なるほど、5200じゃない、漫画んだね、この間は,、ねね、はね、リーチかけたからね。うん これ全部いってレンチャーなり上がりきっちゃったら大きいでしょう。さあこれでツモバンがあと一回ずつですねウーマンもまだありますうんモレれずさあ入って、ね、簡単にね、うん、いやー天敗取り切りましたね立派じゃないですかこれ、ねはいうん、押し切ってね半チーソーから仕掛けて、うん 魚谷そして浜上の二人転廃で流局となりました。たださすがにマンズどうしようかなぐらいのことはあったろうね。うマンズ、マンズ高いなみたいな感じでね。特に3万の辺が、3万とか打ちづらかったろうね。きっとはい。佐藤の三局一本場です。供卓が一魚谷の連チャン。トータルスコア三浦魚谷荒と変わっています。 ああもうほとんどんでもそれはコロコロ変わりますよね。そうですねもうこれは本当に一回の上がりで大きく順位は変わってきそうだ。がどうかな悪くなさそうだぞ。ピンズで一面つ完成。ドラがウーピン両面が二つあります。これはまあニュオール狙いだよね。リーズもピンフドライチ、うん、あのウーピン入れてスチーピンのところになってね。はい。三浦両面多いそうそうな。あのなりそうだよでも。うん。他がどうかだな。はい。さこ浜上が二面つですか。 まあ一日さん見ながらですか。あのー、多分ね、アラプロなんか一日さん見ながらなんだけど、はい、まあチャンスが来るのを待つよね。今割と我慢しておかないと。例えばトーン一曲なんかにピンフあのドピンフがドラドラみたいな手で結局テンパイもしなかったでしょ。はい、えー、えー、だったらまだまだ先は長いと思わないといけないから。うん今あの大谷うウタにもうウーピンきましたね。きましたね。五六六残してるっていうところはね、もう。 3層とか切っちゃってますけど、はい、まあ例えばもうドラ2枚でもいいやぐらいの感じだよねこれうーん、うん、要するに例えばローピンきたからってウーピン切らないんだからはいでピンズは56で固定でしょほとんどん強気な選択っていうことなんですかこれはいやそうですね例例えばの話例えばば話 ここにあのピンズのスチーピン引いてもまた9案切っといて、ええ、もう一回そこを引くこともあるよと、うん、でそれを1回見たって感じね今のは、はい、今,今ローピン切ったっていうのはそこの,流れあの,そのぐらい伸びるのも考えとこうっていう、うん、もしドラ,ドラドラになった時のこともね、はい、だから割と普通に考えるとローピンパッと切ってもう形決まってるからっていうふうに切るんだけど、ええはい、まあその辺ぐらいまでちょっとよく一応欲張って見たんでしょうね。うん もたつ、まあ、メンツの候補の数はですね。候補の数は、あの、あるんですよ。ただ、あそこ2メンツになることもあるんですよ。サウをタに、チーマンがアンコになって、さらに形が柔軟になってきた。三浦はトンが統一。荒尾は一二差の三色がもう見切っています。浜上、これで。 いいンですねはいまあただ形がねよくないああどうだこれ最高ですこれはチーンこの後ならロれは上がってくださいと言わんばかりのつも。これも最高ありがたいっていういや3900オール決めるかいやいやもうここで決めたいですよねはい6本にし三郎マンはやる気持ちを抑えて相撲山にてお伸ばすこれは上がりたいな9走が1枚切れ三郎マンはまだ場に出ていません マンズが高いソー図が高いという雰囲気もなく程よい感じですこれを上がれるとだいぶ違うねいやー<の>大きいですね濱上君がいいシャンテンだってあのスーピンでもウーピンでもくっついたりねあの辺の街になってくれると、はい、まあリーチを打つしかないんでしょうけどねウーピンはまだ山に2枚残っています、はい、でリーチを打って犠牲者になるのか <laughs> 犠牲者 そ,それとも、大谷の、ね、学習のきっかかけになるのかだから浜上君がリーチを打った時に大谷はチャンスかもしれないときに、浜上君の手は安いから、現状ね、はい、それでもやっぱり何とか勝とうとすると出てこないとしょうがないから。イ、うん、ペコの可能性は残さず、ここはもうドラのくっつき一本といった感じ。 ただ先に来るといかないよもう浜上君ん先に来たら行かないよ自分取らないしマンは三山結構これあれだよねツむしかないかななるほどもう浜上に限らずあらもう三浦も行かない感じですかいやその辺は来ないですよ親で親でね何がいきにくいかっていうとリーチに対してあれだけ押して連チャンしてねあこれ結構勢いあるなみたいなね なんかそんなに悪く言ってないなっていうのがあるじゃないですか、はい、そうするとねやっぱり怖いですようん3枚残っている3900オール引けたらあまりにも大きい三浦は完全に抜きます十分ですねこの終盤でレンちゃんだけどもいいようん。か、うん、んだあ結構ねだから例えばの話三浦あの 浜上くんが先に転廃してくれて日打ってくれて、はい、今のローアンがロンが良かったよねうんだから転廃してほしいなと僕は、僕僕僕のが見てる感じだと転廃すると危ないなと思ってたけど<ー>しなかったよねなるほど相手が先に転廃してるからって悪いことばっかりじゃないってことです、ね、浜上くんが来てくれるだろうからそうそうついてない人が来ると大体ろくなことないですよねうん、うん、調子良くないわけだから,だからカモになっちゃうねうんじゃあ惜しかったね大谷ね いやまだ2枚いますよ浜上くんが早く転廃してくれたらリーチ打ったそれでもね上がれるしリーズもドラドラ3900ゴールこれ全局頑張ったもんねそうですね全局もさっさと降りなかったでしょ繋げた親番を見事生かすことに成功あの優勝するための打ち方をしてるしねまあ一つだけちょっとくれこれなんとかっていうのは 最後の泣きで3層切るか数層切るかって悩んだとこ<ー>さっさといけよと <laughs> どっちでもいいからってあのシャンポンにするかどうかは要するに3万持ってきた時だけですよね、はいまあ、で,でもそれでも短期変えていけるから、はい、あこれもなんか動けそうな魚谷好みの手に見えるドライチありますよいやもうシャーチューンあって本一中にいけるじゃないですかこ,、はい、こういうのを例えばねあの広くするならパーピン1枚外しておく手もないとはいえ をほぐす打ち方こだから本一にいきたいっていう時ねあと両面に作っていくみたいな感じででも素直に打つならあの辺ですよ素直に打つならあの辺でも本一にしたいねこれね。となるとイーソーペートンあたりはあでもこれでかんちゃんタツもうトン、まあ例えばトンがベストだよねパーピンで浮かすのもありましたよねうん。 イーシャンテンあらイーシャンテンですねカンロピンスーピのピンフのイーシャンテンですねあんまりあの大谷狙わないよね本一とかね結構狙える手だけどね昔の大谷さんよりはなんか打点よりにはなったとしてもなんかまあねあんまりそんなにする方じゃないからねそうですね親番はきっちりね上がりを逃さない打ち方の方が多そうただね今はね今こっち行ったね 今は結構チャンスがあると思うよ。さあ、あらに天敗が入っています。町は甘露日の役なし、まあ。町が変わればってこと。そうですね。もう。うん、ピンズが。ほぼ何引いても。ピンズはかなり変わりますね。両面、はいはい、になりそうですね。あと、ドラのチーソーとか引いてきたら、でも、パーソキュートと打ってる。外すもあるが、振り手、ここで外していきます。まあ、マンズが後継になってきたからね。はい、うん。うまくこれ蹴れるといいですけど、蹴りたいですよね。 うん、時間はかけたくないところ大谷の連チャンはちょっともう許したくないねドラドラ、うん、3番<ン>チートイっていう感じですかそうですね3ワンからくっつけてタイヤを1個とかもなくもなかったんで,ですけど、ね、もう、うん、なんかチートイ決めていい町を残したって感じですよね姉枚切れの初当たりはかなりよく見えてるか、うん、三浦あーっとスーソーあんこいい,三いシャンテンですいやいいシャンテンなんだけどほらつもりさんあんこかこれはもうもう 決めるかメンツで見切るか見切りたそうですね。数ソカ数ピンになったチートイツです。まあチートイツっていうのはうまくいくといいけどうまくいかないとね時間がかかる時間かかるのよね。あれはサブローピンのテンパになっていますピンフついたロー出ない出ない形になります。うわびっくりしたあのピンだローピン。あこれよく蹴れたね。 これ堅かに、ね、はギリギリまで本一を見てローピン残さずトンを残したということですね、うんで。これでも結局一緒ですよね。はい、うん。あの本一何何言ってもローピンは多分余ってたと思います、ねはい、さあ荒の上がりピンフ千は千六百の上がりです。十一回戦はトンの四局を迎えます。親は変わって三浦。今大会最年少ながら優勝候補一番手に押されている三浦。 最年少の三浦君が今回の今年度の中で最年少です。ええ、僕あのう歌の方が若いかと思ってた。二つぐらいあそまり変わらないんだで日目までは順調に来ましたが、これシワタはあまり変わらない。僕全然もう僕はもう四十四とかなんで。あ上か。同期ではあるんですよね。柴田さんとあの三浦は。ああそう見た目は10年らはい1年目ぐらい同期ではあるんですけど。あそうなんだ。はい。 さあ、ベンツできたぞ、あら。ね、あ、ちょっとね、良くなってきたよ。はいうん、あの、良さそうとかいうより、良くなってきたとかいうね、感じですよ。手が動いてなかったのが、少し動きそうな感じになってきたからね。うん、はい。うん、これで両面ができたのが、三浦です。親番。まあ、ここも、ここはとりあえず連チャン、最低したいね。ただドラ数走だから、数走引いてきたら。四千ホールも狙えるよね。うん。三球オーになるのかな。 あらは7八金は見切りましたね3色なら6七八そして地風の何が統一になっていますこちらが浜上浜上君の手が悪い悪いですね <laughs> 多分ちょっと終始こういい手がなかなか来ていませんやっていけ,けないと思う多分この形だとね相当手が来てくんないとね、うん、さあこれでくっつきですねドラか3色ですよ ただあれを3、あのー、色の方にしたいかどうまあドラの方を重視したからねピンズの1き通か見切っちゃったからね、うんはい、まあどうですかねあの一発裏ドラありだとドラすごく大事なんですけど、はい、このルールだと手役すごい大事なんですよドラの1つよりも量半役るか、うん、そうそう量半になるかもしれないねこれはテンパもう数層かロー層かパー層じゃないと、うん、急層えも切りそうな。はい これただアラプロの手はあれですよ、q ンと Q ピン切ってるでしょ、切ってます、ちゃんたにはなってるかもしれないですん、ねうんまあ、どっちだったかね、うん、9万と Q ピン両方持ってる状態から、Q ピン切ったんですよね、両天んびかけるかなと思いましたが、ドラの受け入れも残していきます、ドラにちょっとかなり気を取られちゃったというか、そのドラの数層が山に今回は3枚ある。 うまいでも本当にでも惜しいのは多分ドラじゃないですよねこれそうですねはい色でびっしりして仕上げたいですねはいただ,ただもう簡単に言うとドラの方が確実だよあ確かにだってドラだったら必ず2,000点以上あるからね3色ってひょっとしたら崩れたら1300に例えばなってしまうかもしれない,、うん、安いでしょ。お差し込みなことこれで両面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 の両ャってンですね、うん 大田店のりゃんしゃン店でしたけどね。はい。二枚持って。もうちょっと先手取れてる感じはないんですかね。後点になった。これじゃあ、ちゃんと三色を逃したくない。これね、はっきり言って、手っ早い、取りたくない。取りたくないですね。これは簡単に言うと、上がっても失敗。自分の感覚だと。だって、九ワン九ピン切ってるから。はい。こういう手の遅きですね。いや、だから、ここはもう、もう急走切っていかないと、しょうがなかったね。 もうそのぐらいの気持ちでドラ,ドラ引いたら嫌だっていう3、うん、色がダメならばテンパでテンパイ取っちゃったけど順目も中ちょうど中盤ぐらいまで来ていました相軍これ大変ですよもう安全パイどうしようかみたいな感じで安全に安全にテンパればいいなぐらいですよね、うん、さあこれでまた、ね、役なし 今のが数万とかだったらもうリーチまでありましたかね打点でリーチはありますね5200のさあこれで三浦が両面両面親番ドラのスウソは嬉しいつもドラのスウソきたね三浦はリーチいきたいぞん天杯ですね初短期竜舎短期か初は三浦にゃんこドラですよ缶チーソーにするのがシャンポーにするのかチーソー1枚切れパーソーが1枚切れここは缶チーソーでリーチにいきますこれが山に2枚 三浦はチーソーを掴んだらちょっとい後々も止めれないですねこれは、ね、これ直せですチーソー当たりですよいやチーソー切らないからパーソ切りリ,リーチなんでなんそばは切りにくいですけど何切ってテンパイ維持のような気がしますけどいやもう自分で失敗してるからねここはもう無理でですねうん、うん、パーソロンでしたねあれパーソあの漫画あるんでしょ 闇み天だったらパーソロンってありましたね。はい、それを失敗しちゃってるからもういけないよこれ。ということなんですか。ね。なんですね。冷静に行くとね。頭が血が上ってると何言ってカーンとなってると。まあカーンとなってるとね。だから、はい、あれすごいもったいなかったね。な,なんであなっちゃったんだかなと思った。三浦君はこれ行かないとしょうがないね。だから小さな持ってきても行くよね。ううん、ただ血を血が 入れるかどうかだけだよねトンがしょんぱいなんですがここにアラがつかんでこれもやめ三浦とアラにトンが一枚ずつ、うん、三浦くんは行きますからねシーソーに山あ、差し子ムってきたで、9層通ってますねトラさんから一緒ですからねチーソー一枚減った残り一枚 うわこのローピン打てますか三浦君チャンスになったかもね打てないここはね、打てないといいあの言っちゃいけないと思って、ね、打たないと私はもうあ、チーはであるんじゃないジャンピンも薄くなってきたから今やっぱ止まるよねただリャンピン嫌だなっていう五なら五なら絶対だよね三色ですねさ、あ、うん、リャンピンチーです仕方ないだろうね、うん、ローソギ、これで三浦チーソーが来た時にはもうテンパイをキープできない、うん、まあチーソー来てもどうせスーソー来らないですからね、うん、はい

いやいやもう親が親が仕掛けてるから天パリ返しました。六級ピンが切れない？チイソから六級ピン切れば天パですけど。チイピン切ーティーが一番きワンチャンいでもありまね。ヌルっと切りましたね。曲がれる形にしたんでしょ？え？これドラの数層…あ浜上…あチイソラスハイ。これは利益がない三段になったから。イーズもドラドラに千三千九百。 その裏で荒のカンパーソー、これは痛かったか、<laughs> 大きかったね、はい、うん、いやー、そして三浦はこの役回り、たいですね、残り2戦、うわー,ー、仕方ない1位ですよね、残り順目、そうですね、いやもう三浦君は仕方ないでしょう、うね、さあ、11回戦は何の一曲、小籔原、いやー、ここは三者の接戦から、二人が抜け出す格好になるのか、ドラはローソー 今やっぱりあのカンパーソーの上がりが取れなかったっていうところがすごく痛かったね。ね痛かったですね。うん、いや、大谷かなりあの柴さんこれ差がつきましたね。そうですね。三十ポイントついてますよ。三重つきましたね。あらとはもう少しついている。はい、ただね、これ二回あるじゃない。 そうですね。これ、ま、もうもう回です、ねはい、次の最終回でなんとかなるかもしれないから、はい、からここはもう我慢していくしかないよね。うん、なるほど、無理に、うん、素点回復とかいうよりは失点を抑えるのも大事と。要するに例えばあのアラブロなんかだともうあそこで完全に自分がまあちょっと僕手順ちょっと見てなかったんですけど、はい、自分的にこれミスあ間違ったなと思ってれば、<A> それはある程度その回復に時間がかかりますよね。うん、そのぐらいの感覚は持ってると思うから。はい なであったらま,あまだでも最終回やるぞっていうのは昨年の10段位獲得のこのアラ現十段あ今今ちらっとスコア表見ましたね、はい、アラがどれぐらいの差がついてるんだとまああんまり今気にすることないですよねなるほど、うん、だって例えばそ、あのー、今気にしたってどうしようもないものやっぱりじっくり自分の状態をよくしてって、はい 一回上がり始めればガンガンいけると思ってるからうん、うん、今チーソー切ったの誰だっけウオタニーの今チーソー切ったのウオタニーですドラローソーなんだけど形はチートイに決めたんですかねハトラドラおおわらチャンス,ャスいきなり来たか急に来ましたねまハマガミくんはスワンコとかそういうの狙っちゃったよねこれで来た時でもチートイドラドラで行こう,、うん、行こうってことでねチートイッになってるよね、はい、形がねははい、はい。もうドラ来てもそれを使えばいいもんねうん。 さあこれでアラ形はいいシャンテンペンちゃんカンちゃんペンチーマンうまく払いたいですねそうですね持たれてましたもんねっ簡単にうわこれラスハイのドラのドラが出たよいいわ<ー>うわう風ビュービューです浜上のチュンがいやもうこれショウガもう普通にやってたら上がりになっちゃうよねタンヤオですかペンチーマン払って戻します<ー>ア戻し出るかそれとストレートに行くかストレートは何ですかとりあえず9番台切っとけばいでしょ戻した戻した戻したさすにね形が ンま,ね、まあ、対応まで、欲張らなかった。うわ、中危ない。うわ、中危ないですよ。六千四百チートイドラドラ。スラスハイのドラ重ねてます。六千四百うんぬんよりも、早く過ぎちゃうよね。はい、そこで簡単にあれがサッと引けるんだから。うんえー、今ものすごく状態いいっていうことですよね。浄化、うん。だから、追い風に乗っていく。ここを、やっぱり、こう、しっかり上がって。うわ。はい ベンツで手でもトイツで,でも、ね、何でもござれ、うん、これで三浦もチートイツいいシャンテンですね、まあ、それが嬉しいかどうか分かりませんが、うん、いやあらなんとかこれでいいシャンテンねえこれあのリュウハとかチューンがションパイだからね出てこないですよだから、うん

ウオタどうするかウオタどうするかまあでもこの数層ロースを…かわしたいうーわいきなり薄地この数層ロースって普通僕はこういう上がりあんまり見たことないなるほどきついこれ外すのも一つ手としてあったんですかヤンソウが四枚見えてるんですよまあいやそうなんだけどヤワンでやめたチュンでも粘らなかったウオタはやめこれはリーチがひょっとしたら聞いたとも言えるかもしれませんねウオタ何でしたやめました 現物のパワーマンの一を落として壊します、ね、うわそれダメだめだ3ピンチュン打てずいけよいけませんでしたねこういう大谷こういうんで降りてるとあのやばい時ありますよ要するにあの上がり足元救われる結局一番自分がいい状態じゃないですかまあ今のところはこ好、うん、調さは感じますね,ね、うん、だったら行っていいんじゃないの

今回みたいにリーチって言っとけばやめてくれるっていう効果の方を生み出しただうなことです、ね、や,めやめてもらうっていうやめてもらうには要するに例えばどういう状況なのかっていうことだよね。うん、だからやめさせるこことにこれはあんまり目的がないでしょ要するにこれは例えば高い手上,上がりたいでしょかドラドラドラだから。はいはいね だからやめさせるところにあんまり、例えば誰かが例えば仕掛けてたりすると、こういうのをやめさせた方がいいっていうのはあるんだけどうそうです、ね、特にアクションが入ってたわけではないと言えだから、それとは反対に、ちょっともうあこれこの、ま、このままじゃこれ、よくもならないし、みんなの手が進んじゃうなという意味で、やめさせようはあるっていう、うだからそこをあの、アラプロがどう考えたかですよね。はいうん ひょっとしたらその経験則から森一打ったあまた復活ですよ。ただ、状況は変わってなせませ、あ、ん、ね、これはもうね、やっぱりある程度、もう勝負かけていった方がいいよ。順目が深くなってきています,すでも結局、またー、e、1ン持ってきて、あ、ここはいった。でもこれ、考え方だけどイーワンで上がってることだったらあるんでしょ、これ。まあ、街を変えてればってことですね。ねはいー、e、1にするかもしれないじゃん、だって。うん今、チュン切るぐらいだし。 参品はないです。あまり逃がりしはしてるよ間違い,ない。違いわあ来たー。うわ<ー>あ<ー>ラスハイの数層そ四枚目。これはウオタニのミスですよ。ほ、うん、お<ー>。さあラデスリーズもドラドラ三千九百オールウオタニの独走にストップをかけます。ウオタニ独走できたのに。できましたね。だか,だからあそこで降りちゃうから。でもリーチって言ってアラさんもすごいですね。すごいですね。あねまあいわゆるウオタニのその。 心を揺さぶって、うん、檻りを誘発して、<laughs> 深い順目での、これでも、腹もね、上がれると思ってたかどうか、怪しい,い<や>ところですよねそ,れはそう思ってないですよ、はい、ただもう、止めないとだめじゃないかなっていうふうに思ったと思いますよその百戦錬磨の勝負感といっていいか、それに、その一番調子のいい大谷が負けちゃだめですよ、うん、いかないと。さあ、入ったか、うん、うまいこと言わん短期で上がれたな、きっと,ひょっと、ひょっとしたら。 トントイツです。あら。これはまだまだといった感じ。まあ、今、今もイワン切りましたけど、ドラリアンワンですけども。ね、まあ、リアンワン来たら、どうするのかっていうことだけですね。さあ、これで魚谷肉薄です。あら。ちょっと踏ん張りどころは三浦ですね。いや、三浦君は。はい、三浦君は要するに、わからないけど、ええ、ありがたかったね。 ありがたたかっ要するに大谷が独走するような状,あの状況になりそうだったから、えーえー、今の例えばあれどんどん押していって、はい、順短期で押して例えば E1 短期にしたりして積もったりしたらさ、うん、もう独走に入れそうな感じですよねトップとの差は開かずに済んだという捉え方もききましたねこすね。 だから三浦君にとってはこれはああの悪くなかったと思いますよ、うん、本人わかんないんだけどあの大谷がそんなの上がり逃して,るしてるかどうか分からないですからねまして上がり逃したかもしれないっていうのはわからないからまあ本人的に言うとはちょっとあ状況悪いなっていう感じですよましてあんな街を上げられちゃってるからねそうですねそんな良かった大谷走られなくてなんて思ってもないですよね多分だけどまあ実は結構 得したんじゃないは、はい、そんなになんかあのどんどんいかれてひどい差にはならないんで済んだかなん換品だドラノリアンマンイーマン切ってるだけに扱いが難しいところまあでもレンチャンをね狙いにいくんで、はい、あっスワン壊りますね 八九万ローソン浜上君が1枚切れてるぐらいですかはいおこれは魚谷パーピンあんこは十七形になります両面二つ残ったイーシャン手になりますあ三浦さんここになってタイヤもありますかあの魚谷のハートが今どうなってんだろうねやっちゃったかと思っているかそれともいやいや押せないよねアラさんにはと思っているのかその その意味がわかんないけどね。その押せないという意味がね。丸さんから親からドラの両端出てきたんで大谷さんもリーチのみで行きたくない状況になりましたね。今の局面ですね。あ今回はね。はい。ただやっぱり前回やっぱり上がりきってないから上がり逃したと思ってると、わあ来た来たイーシャン戦だ。ムービンローソパーマンバー出てないですよね。玉がない。はい。三人ゴボウ抜き。ムますよ。三人ゴボウ抜きと。ああでもねローソもない。 だからつもり数万んこの上がりはないですあのいわゆる統一が変わらない限りはなるほどこれなんとか重ねればって感なんとか重なってたあのままかえれたら何一枚切れだねあー天敗だリッチそのままいったの九万アラの攻撃をなんとか塞ぎたこれはやっぱりかなきゃしょうがないのようん。ただこれに対してあのアラプロも絶対引いちゃだめだと僕は思いますよこれアラはポンをポンしている手の中にはドラがありませんがどうするか怖いのは怖いなよ はい。だけどもここは戦うっていうのは戦うなよ。ドラキッタとかダブトンポンですからね。あらメンツの三ピンに寄せてますよ。何して何入してるのよ。あダブトンポンないです。あ天パッ三ピン切ろうとしてたはずなのに天パッタもうだから行かなきゃ。これ三ピン切ろうとしてたんですよ。やめてくれよ。完全に寄せてます。アゃん戦わないダメ。ここ天敗なら。ローソーでね。行こう。 9層取って良かったかもしれないねただローソンはシャンポンがないということね。3層に入りましたね。スッチマン対6マンお互いこれはいい判の手ですが。いや、ここはもう押し切らないと。あら、また3ピンを右に寄せてます。いや、だめ。戻して。右に寄せ、簡単戻してたいと。あっ、9ピンあんのもう、馬の馬取ってない。いや、押す。あらはもう3ピンを切らない、切らない、9ピン。そうそう、そこで押したね。やっぱり 最近ねあの辺で悩むのよね気が良くなっちゃってるからねでもやっぱ押してくれるから今大丈夫ですこう好調時のらわであればもう考えもせずいや昔だったら別にそんなのビシッといけるでしょうやっぱりねやっぱここはもう押すとこだと思ったらビシビシいけるじゃないですか押さなきゃしょうがないですよ結局羽生さんウーピンがね泣かなかったですよね大谷さんこれはちょっとトーンダウンですかね荒もいますしね もうチャンス少ないと見ましたね嘘い、うん、きましたいやーすり抜けるウーマン間をすり抜けていきましたで6球団が薄いんでしょ6球団薄いですよローピンこれ中筋じゃないかなあ違うあ中筋ですよね9ピン通しましたもんね3ピン9ピン通ってますこれで浜込みはウーマンで1回粘れる スーンコイーシャンテンですが山にスアンコの流れがりは残っていませんウーピンこれはポンか、うん、さあ浜田がウーピンポン泣、うんね、く泣くといったところ泣、うん、く泣くかなこれ、ロウソウなくて9万が1あ、1 <laughs> 1> うわー、9万だーうお谷の勝ちうこういうウーピンポンがね、微妙なところでしたね。 分けるっていうかね。はい、うん。仕方ないところだけどね。うん、リーチスも500銭の一、えー、本場600銭100の上がりは浜上あそれ上谷です。さあこれで荒の親を流した上谷。それが大きいね。はい。うん、この11回戦はしっかりとトップでゴールテープを切りたいところ。なの二局を迎えます。親は変わって浜上。 この浜上はもうほぼ二連勝条件ということでこの親はもう折りがないと言ってもいいぐらいの親じゃないですかあっすごい大三元あっ大三元あっんかすごいぞ初初チュンチュン伯伯は誰か持ってるか持ってないんじゃないかまず魚谷ン初を一個持ってる三浦はチュン持ってるこれどっちも泣けるかもしれない白だね問題は白誰も持ってないですよそれも全員遅い遅いでいい時に出るかも 白菜重なってしまえばいやわかんないですね。すねこれは役満のいやそうは言うけど、はい、うあのそう見えるだけかもしれないよ。<laughs> <laughs> あの <laughs> 調子良くないんだもん。三浦がこれで二面つここが早いか。遅いけど渡谷さんがドラドラでまたチャンスで,でしたね。となると渡邊やっぱり役割重ねるとか単葉とかっていう理由でちょっと役割のでは遅くなりますかね。 あ、何が先出ましたね。これはペイかなんか、ペイか。ありがたくない。とりあえずペイですか。ドラドラありますからね。<ー>ドラドラあるからね。ねあ、ハツがかれた。二人とも切らないなんてそんな罰ゲームみたいな状況があるか。手が伸びてくるから切りますよ。うん。うん。こんな手が全然伸びないって言ったらよっぽどハメガミ君がダメなんだね。

基本的に第三元やるときにはやっぱりあんまり、はい、はこれは1枚目かも、ね、うん、これ少しいわゆる出やすくい状況になってますねそうそうそう要するにいきなりポンポンってなっちゃうと、はい、何も出なくなっちゃうんでこの白が白打たれちゃった打たれちゃったねでも,でもまだこれで白重ねたら泣ける、うん、あうわダメだ,めだあれ あ、あ、これ違うんだよよい,いやこれパですよね5ですよねうううわわっっちちゃゃ危ないいここれれだって手伸びちゃいますよいこれ、ね、皆さんね麻雀見ててこれトイメンから実は泣いてるんですよ。はい、これもともと魚谷のツモなんですよ。このシロはだから あの龍華をポンしてるとね白は重なってるのよ。あい<ー>つめだめだ。五千八百だかこれ痛いぞ三浦痛いね。これ痛いあまりにも痛い。約々ドラエチ五千八百。あの龍華当たると思わない。そう思わないです、ね。あのだから浜上が初泣かなかったのが結果、うん、いいプレーになったい、ね、いやいいプレーというか三浦ラクにとってマイナスになっただけ。うん、あの浜上くんはその普通まあどうなるかわからないけど、うん、三浦ラクにとってはすごい痛いことになったね。はい さあマガミなんとか繋いだ親番トップまで突き抜けたいここ本当にもう簡単に落としたら終わってしまいます二、うん、面詰めますよドラインチありますね手で,で,ではいいよね、うん、あいいです頭ありますねただあんまりあの手役にこだわらないでいいシャンテンはいいシャンテンですね、うん、はい中チャンパー持ってきてタイヤをにしたいですねペイペイで まあ、したいけど、<laughs> とりあえず、レンチャンでしょう。レンチャンのお先ですかね。だって、親だから、その目先の手を高くするよりも、レンチャンしてどっかで高い手が来るの待たないと、しょうがないでしょう。うん、自然に、うん、ここでもペてんしたいな。さあ、大谷、相撲で一メンツ、一色があるか。こちらが三浦二メンツで頭もできました。ペイ行きますか。これ、分かんなかったら、ペイですよ。 こういう分かんない時はペイ切っとのはうま、ん、い打ち方ね、どこが伸びるか分かんないんだったら、まあ単案を尽くし、はい、ペイ切っておけばいいよね。うん、さあ、ペイの統一落として単品に向かっていけるか、浜上。ペンチーマンが入った、嬉しいところです、あら。まあ、浜上はここからも。<laughs> ここも想像にいけそうだね,ね。<laughs> ちょっとリーパイが変わってますので、仕掛けどっか入れようかっていうフォーメーション、まあ、関数素ですか、まずはドラ。

いやあの急走切っちゃったからね急走切ってなかったらトンポンもあったかもしれないんかシャーチュンねどちらもそうそううわ決めたすごいね勝負出たいやこれはすごいな勝負あれに決めたでもね今梁僧があれしたの見た三浦君にソ僧入ったってことですねしがしがしがトンポンしてたら梁僧湯魚谷のとこいくのよでイーソチーソってことですよねでも急走切っちゃったからそれができなくなっちゃったんだけど そうだって良かったんじゃない別にあ,ーあ戻したこれで上がったらすごいですよいいです、ね、これ,こ,れこういうメーホンチートイーの決め方って、はい、調子の悪い時のやり方なんですよ<ー>要するに素直にパイが来ないからメーホンチートイーに行ってるだってそうだって 両面になってたんだよ、あそこ、うん、3、3、4、4、5で休走打つときに両方見るんであれば自敗1枚切ってそれで、ね、トンポンしてみたいになるんですよ、うん、となると残した自敗にかなりああ<ー>う,うまくいったもういってますかここはそのままだスッチーマンの三浦のリーチリーチピン2日目いいペーコーは ラッキーな展開だったんじゃないですかお、まあ、泣かれなくてってことですね、うんうん、普通あれ多分トンポンだから、はい、まして2枚目だしトンポンしてすぐにあんそう入って待をどうするかだけだったんですようさあ三浦ここは先ほど痛恨の5800の報酬を取り返したいところ多分いい層小い層のシャンポンになってたでしょうねなるでしょうね、うん、ポンしたら、うん、中盤を止めづらいな止めづらいですねこれ形も形だし最後のやだし だから言いそうが先に上がってい。い言いが先に上がってる今るほどだから言いそ先に上がってるだから2回目の上がりがあるかその大谷の2回目の上がりがあるのかどうかなシャアが倍1ですね2枚ですねシャア2枚スッチマンが134四。シャアも怖いねスッチマン4枚ですねスッチマン枚

ロソロソですもんね。ちょっと取りやすいと見える。シャー二枚減ってない。シャアだったら大きいな。シャア積もった倍マンでしょこれ。麺本積もチートイドラソスで。すごいね。うわあ。でもこれかっていう感じですね今。マンズ安い。チートイで粘れないっすよね。マンシャー千ンですもんね。まチートイで行くならリアンマンぐらいか。今でも掴み方がこれかっていう掴み方したので。リアンマンか四万ですね。 ただね、ちいとうちにしちゃうと、ちいとにしちゃうと、すっごい上がりに、でんちゃんしづらいわけ。ちいとういだ、打たない。真面目な。真面目だ。真面目だ。真面目だね。中にはこんな真面目。となると、三浦がピンチ。いや、危ない。三浦ピンチです。一万二千打っちゃうかもしれない。いや、倍もん出るかもしれないじゃん。出るかもしれない。だから、もう、あの、あの、上がるチャンスがいくつもあるのは。

しっかしウォタにもぱあのあれだねいいね一回失敗してもまた転売して上がれるかもしれないんだもんね上がれるかもしれませんよ。んこつもったらでかーンンン<あ>いよ。ショウスー,ンーピンスーピンポンポンだ,だ。これ転売つなげたすごいよ数万止めてローピン数万上がらしちゃってこれちなみにそうだけどシャアがいるかもしれないじゃん。<laughs> ーローピン一枚ローピン一枚で数万<れ>も一枚。 うわ怖いよもう見てらんないよ僕どこいっちゃうのシャアはこれシャア食い上げちゃわないでよ浜上さん数万からオーピンでいいよああうわもうこれ決着つかないわけないからら決着つかないわけない誰かが絶対上がるあー三浦この1万2千はすごかったねすーこていうかこれウ谷はニ千2千あもう2二千三九を 見送ってというかそのなんていうかな名本チートに向かって1万2千人上げた見送ったわけじゃなくて、はい、あの名本チートに決めちゃったんですよ、うんはい、でもそっちもうまくいくし、はい、普通に打っても上がってるしまあ普通こ,この方が高いね、はい、これは魚谷に大きな追い風が吹いているか、うん、さあ何のえ2局魚谷が1万2千人上がったところですが、うん、選手のトイレ休憩のため一時対局を止めております さあまずは森山会長、はい、えこの10回戦、なんの3局を今から迎えるわけですが、ここまでの戦い、ご覧になっていかがですかいや僕はあのー、大谷が、ねはい、チートイーツ降りて、ね、アラプロが39オーラ上がって、ね、どうなることかと思ったけど、はいえー、結局、浜上君が大谷をうまく助けてるっていうのがわかりますかね。 浜上が浜が例えばあのスーアンコ狙ってて泣かなかったんだけどウーピン2枚目だから泣いたロッキーワン積もった今度浜上君がポンした三浦君がシャツかんだスーアンは打たないで三浦の当たり牌を止めてタ谷の当たり牌をい込スーアン打てよみたいなものじゃないですか打って全然おかしくないんですよやっぱりでんちゃん狙いなんだから。だけどそのの辺に彼 麻雀に対する真面目さが出て、うん、あれを切らなかったんだよね、はい、それで今度はほら泣き入れてさ、うん、シャアを三浦君に捕ましちゃった、はい、ねえだからもう山ないからあれちょっと残ってる山見てみたいけど、うん、あと残りのシャどこ行ったのかなみたいな、うん、はい残りあとこの三浦のツモごめんなさい三浦のツモ経過したならば、うん、あら そして、浜上と積もって流局といった場面でしたね。ねただ、シャアを送り込んじゃったからね。はい、だから、きつい、あの、浜上くんが。まあ、あの、大谷の、なんていうんですかね。はい、女神じゃないからなていって、な、うん。結果的には、そういう動きになる、ね <laughs>。だから、ね、その、はい、相性今良くなっちゃう。っていうかね、すごい助かってて。 さあ、そして柴さん、はい、今三浦先ほど休憩中の表情がちらっと映って、ね、目を閉じて精神集中しているように見えました。今の三浦の心境というか思いっていうのはいかがだと思いますか。そうですね。まあ打ったものはね、もうどうしようもないんで、はいはい、ですけどトータルが結構離された感じこれで三浦なんとトータルマイナスです。ですね、太さんと七十五、荒ら、はい、さんと四十五ですね。まあ太田がすごいとことになってるんだよね。はい うん、このまま、例えばこのハンちゃんが終わったらもう上位2人の競りですよね、はい、いやーなんと三浦、ここの3日目の9回戦、10回戦、11回戦の途中ではありますが52ポイントの貯金をすべて使い切ってマイナスに転落しています、その三浦が現在、なんちゃでこの手配、ただ三浦はねここからですよ。 去年やられたことは今年やり返すしかないでしょう。そんなにすごいよくマージャン行かないから。そんなこと言わないでください。もう、何ぐらの思いに、なんとかこう。いや、なんでその、そういうふうにさ。あの。プロレスじゃないんだからさ。なんか盛り上げようとばっかりだよな。現実を言ってあげないと。なるほど。ね、無理があるよ。まあ、でも三浦はね、もちろんね、諦めてないでしょう。し諦めてはないんだけど。まあ、相当やばい。はい。 ぜひここは最後の踏ん張りを見せていただきたいところでしょ今、うん、荒井さんもドラキって、大、はい、谷さんの親番だけは流して自分も行こうという戦ましたか、うん、あなるほど、まあ、例えば、まあ狙いとしては最終戦1対1みたいな構図ですけ、ねはい、もうはっきり言って、あダメだめだこりゃっていう感じはこの11回戦は預けるというか、<laughs> うね、トップは譲るよと、まあ、ただ浮きでは終われないとまずいでしょう。 そういった思いが見える第3弾目のいいそうということですね。大変もいいシャンテンですけどね。あャンテンこれでいいし、2面がたくさんある。はい。ピンフのいいシャンテン、全速三面ちゃんの形もあるところ、ここはシンプルにパーマントする。今、パーワンとかで若干考えるのは、例えばこの手がすごく高くなる可能性があるんですよ。例えばトイトイとかね。あ、トイトイですか、なるほど。トイトイとかスーアンコとかそういうのもあるわけ。パーワン残っててみて、パーワン、ウーアン、ローピン、3ピンって、アンコったらスーアンコじゃない。だから それもちょっと考えたから例えば2ピンぐらいから切ろうかなとか地につぼ見ながらねでもやっぱりパワー1切っちゃうともうピンフですよそういう考えこ,こはやっぱり当初の予定通りかわしてというかだから結局基本的にそんなにあの超高い手を狙うタイプではないので、はい、やっぱりあそこの選択がどうしてもこの親を蹴ろうという方にいくんですよねうん、うん、だからここでもうもっと頑張ってこれなんとかすわんことがあるかもしれないとか思うとね、はい まあもうちょっっと頑張ってみる、えー、ただ、ただあのとかパワー二2枚切れてたのかな、まあ、パワー二2枚切れてたの、ね、です、ねうん、それでもうちょっとそっちに決めちゃったんですね、うん、で瞬間考えたらちょっと統一系とかそういう、うん、あの一色系とかもいろいろ考えたんじゃないいですか、はい、いや魚谷、ここの11回戦でなんと6万点超えです魚谷はここまで何度も再三申し上げておりますが8戦トップがなくこのスコアで迎えた9戦目。

まあ急走ポンもあるのかなただ急走ドラ表だからちょっと大変かな、うんまあ、素直に打ったっちゃ素直ですよ、はい、手なりですよね手,手なりもついてる時は大事だからねうんここはあ,そこあっちになっちゃったからねンあのマンズが両面系みたいになっちゃったからね、はい、カンチーピンがねもともとだったら必要だったんだけどそして大変になってしまったのが浜上ですね この十一回戦さトップ必須という対戦でしたが、ここまでは厳しくて残り二局。これポンかな。せずです。あしましたね。うん、はい。まあ九安短期ぐらいにするのかな。ですね。九安が一枚切れぐらいなんで。うん、まずは短期からりあえず。まあただあのあのそば危ないところですよね。うん。うん、ただイソーとかも切っちゃってるからね。そんなに高く感じる感じはしないけど。 捨て杯が結構自敗がなくて中小部はバラ切りなんで、うん、トイトイの可能性はあるかなみたいな見え方はしてると思います、ね、けど、うん、これは振り点ですが変える可能性もあるー、うん、ピーノーチャンス1枚切れここはそのまま9枚切、ね、基本的に出上がりする形の方がいいですよなるほど、うん、ただここがちょっと国使みたいにやってるんだよね、うん、合わせていきますねあやまたねそうか急走なくなっちゃったからねうん旬がしょん1枚切れ ただ親はこれ連チャンだけでもいいんじゃないですかそうですね、うん、はい。さああらがイ、e、ーシャンテンで粘っていますチン引いたんでしょねあーテンパったイ<っ>、e、ーペコ確定したならばいやいや見てんだイ、e、ースピン待ちいやあのピン…ピン…イーペコぐらいの手ですからねはい、うん、この親を蹴った方がいいあー捕まえたかな、うん、<ー>あ変えた変えた、うん、まあ変え変えるでしょうね 両面ですから。はい。うん、しかもあれでしょう、トイトイに変わるかもしれないでしょう。そうですね。うん、さあ、あいいスピン。ウォタにもいいスピン。いいピンがありそうだな。に山？いいピンが二枚残っています。 スーピンも一枚残っている、この順目で三枚は多いぞ。うん、どっちかに上がりが出るか。うん、あのー、あらのつも上がりです。スーピンのつも、つも。ピーク一ペーコ、ね。七百千円。はい。はい。さあ、これで、あらは。 とかも2004戦とか積もられても原点はキープできる持ち点までいきましたね、はい、ちょっと安心できるかもしれません、トップはかなり離れましたが、ここはしっかり浮きで終わりたいアラさあ、11回戦、何の4局、親は三浦に変わっています三浦君がここポイントですね、ここでちょっとなんとかしないとここですっと親が終わってしまうようだと、75ポイント離れた魚谷と、50ポイント離れたアラを追いかけての一戦は、そう簡単ではないですからね。 あ、ドラはチーピンです。まあ、簡単に、簡単に行きそうにないですね。手はね。うん、あらも、ちょっと苦しそうだ。浜上はどう打ったの、まあ、もう一戦残ってますからね。どう打つんですかね。浜上君は普通に打って、上がるしかないですよ。はいうん、その、無理に、その、例えば、国士狙うとかね、はい、そんなことやったって。あと、半ちゃん一回残ってるんですからね。えー、だから、浜上君の手が今悪くないから。 <laughs> 浜上君が上がる展開があるかもしれないね。となるとやはりここまで再三あった浜上の動きが三浦には利さないあ<ー>そういう状況が続くかもしれないそうそうなんでじゃあ浜上君が上がれそうかっていう考え方をした時に三浦がついてないからっていうのは出てくるのよ。だからかか案外上がれたりするのは自分よりそれついてない人がいるっていうことで うんうん、浜上くん上が,上がれなくて普通ですよ、うん、さああらヒトメンツ完成しました<あ>ドラガリアンメンターちょっとつも伸びてますね、まあ、アルプはもうけけ手堅く今行こうとしてるよね、はいうん、それでいいんだけどできればリーチなどせずに行きたいところかウォータニも,も伸びてるでもウォータニも,でもこれ普通に上がりに行って全然大丈夫なんですけど<あ>三浦くんがどうかだよ <laughs> タンヤオかこれ 単用見ながら、いや、一通無理です。差しもありますからね。これは単用。だから、最低単用をつけてっていうことだよね。うん。差しもちろん、そうなんだろうけど、単用をつけながら、一通の方に行っちゃったら、動きが取れなくなっちゃうから。まあ、もう、いや、一通でも、泣けますよっていうのは間違いないけども。一通で泣くなんて、相当大変よね。動きが、あの、泣ける範囲が少なくなっちゃうから。いや、伸びてる。いいシャンテンですよ。いいシャンテンだね。いいピンペイのシャンポンとか、どうですかね。あ、ペイ握れですか。握れ。 今なんかも、例えば、イーピン先に切っとく手がありますね。うんその方が、まあ、柔軟です、ね。イー、はい e、ピン切っといて、要するにピンフにしたいんですし。はい、ペイは安全牌だし。で、数層伸ばして。そうそうそう。ダピン、ダピン来たら、オーケーっていうことね。うん、だけど、数層のところ、両面になった時に。あ、音楽一緒ですね。これで。ただ、ここで、りゃん、パーピンの、ダブルメンツみたいになっちゃうなね。はい、ただ、結局ここで、これ。 ここでスースー切るんでしょうね。ヤンウマかサブローソ。選択は浜亀の選択はヤンウーマンを残す方。ドラが二枚使いましたねこれで。失敗する方失敗する率が高いね。あ、そうなんですか。うん。いやだからついてあのついてない人ってあまり調子所くない人ってはリーを選ぶんだよね。なぜか逆を選んでしまう。そうそうだからうまくいくといいね。浜亀の選択はいかに。だからそういうの難しいんですよ。あの難しいというのは局面だけじゃもう考えられない部分があって。 だから普通に打って、例えば今、難しい選択になっちゃってるでしょう、よ、うん、くなってくると、もう何も考えなくても、これしかないみたいになってね、はい、ミスさえしなければいいっていう、うん、町を得れる情報からすべてを精査して、まあ、選んだ結果が、うん、結局、悪い方で多い方を選んでても、逆に来ちゃうことがあるってるうわ、これ、うまいかもしれないですよ。<laughs> ウピンチすピンチするかもしれないけどしないで。表す、めちゃくちゃそうですもんね。役が確定するみたいな。まあ今主体もう右持ってってますからね。キャラ的にはちいそうですよね。人そだよね。一瞬ちょっと考えたふふりしてみたいいやふりじゃないふりじゃないんだけど、やっぱ一瞬一瞬は考え、いきなりチイって言わない。どうしようか山中っていう感じですか。いやでもこれいきなりチイかな。 いやむしろもうウーピン早く出してくれってね僕なんかこれこういうやってる時お願いだから出ないでと思うんでああ入ったさあこのサブロスとリャウーマンの選択どうなったかですねこっちさあ行きますさあ相馬がリ半ウーマンドラドラの高い手ただリャウーマンをさポカポカッと切られてんのよサブロス党もでも結構少なかなったんですよねどっちだなほんとにいい勝負をしラるかはこれはもういかないですよ3100打てないですもんねペまだ粘れる E ピンを右にセットしたがアナが持ってきたナ7マが今通りましたこういう風うな感じで例えば持ってきた範囲が通る範囲だとねちょっとまだいけそうなんですよあ、あー,キューピンかパーピンかなんかさりゃうな浜上君がこれ上がれるを選べてるから<ー> <laughs> ただこれ三浦にやっぱりあの浜上の動きが利さないとなるとこれも上がる可能性ありますよねもう右…うん、あ、手パタ。<laughs> <は>これ。 浜上サブロースを嫌って<ー>リャウンマンですからね上がりないで打ち込むかもしれないですよいやいやいや,いやそんなにうまくいくかな今はなかなかいかないんじゃないの三層はあるなもう一回しまたいちゃうこれ三層二山ですまだまだ二枚ある三枚あったんですよ3層、えー、でもあれだよねこっちの方があのいい方を選んでるかもしれないよこれ三浦君が打つかそしたら

うんいやそうか浜上くんはどっちでもダメなのか結局は。昨年敗れたこの十段戦の決勝の舞台にもう一度戻ってきた三浦踏ん張りましたね。今踏ん張ったねよくね。うん、いやーよく踏ん張った。これで四番手から三番手に移動ですね。アラプロも今ねウッピン引いてね勝負点になったけどね。そうですね。さあドラフトン何の四曲。そう結局浜上くんダメなのね。だ何でも。 先輩しただけ損したってことね。マンズ一メンツ。<え>いやでもさっきも悪かったですからね。ね悪いところから二千オールですから。もう一声。まあでもかあ,いいあの全体的には広がりがあるから。はい、あのひどい牌ばっかり持ってきたらダメだけどそこそこ手が伸びる形ではあるよ、うんえー。なるほど。あの優後牌が多いよ。そうですね。スーピンやチーピンなどがポロポロあれば。うん、その周りは含めていけられます。うん、そうそうあの辺優後牌だからね。 ただ7に9とかきて,てたらだめだけどさ、ダメめになってほしいっていう感じで、ね、浜上はこうなると一つでも着順を上げておきたいですね、3600点差。さあ、三浦。まあその一つ着順を上げることをされるとあの、三浦君はきついね。うんまあ、た,ただ、まあ、やっぱりベストを尽くすのそうですね、えー、浜上はもうやれること、ね、やるしかないですね、うん、るね。 自敗1枚ほぐすかどちらも役敗ですがまあこ,こはの辺手広げとけばミスはないねうん、うん、打つかどうかだけだからねちょっと安全に打ちたいんだったら9ピンぐらい打っとけばいいね、はい、ええー、えそれとも小そうなチュンはなんか切らない感じするんですよね でもねチューンがね一枚切れてるじゃないですか、うんはい、ねそれであの一応親が切ってるから、えー、親の安全パ一応1枚持ちたいんだったらあれを持つよね。はおいさん決めた。は決めた。ね山上くんも手今どんどん広げてるけどまあ降りる時はもうベタ降りになっちゃうだろうからね。 うん、なんかタイを。ああ、大変ならない。ピンクだけになっちゃいそうですけど、ピンクだけじゃ足りるの?。いや、足りないんですよね。でも、なんか三着四着もそんな変わんないなら、もう千点で上がった。そうですね。そいや、そうなんだけど、本人がそれを我慢できるからね。男はまがみとしてですか。結局、これ、これを千点で上がったんじゃ、なんかどうなんだろうって。 ねまあそういう葛藤みたいなのはありますよね選手としてラスの俺がこんなところで先手上がって局面進めて何になるんだろうみたいなアラさんはもう原点キープですもんねローソー入った時どうするかですねダマだろうかなローソー入ったもねアラさんが打っちゃうと沈んじゃう同じスチーピンかあ上がりですねアラのすみませんすみませんこんな点でした だから積もられたときは470これローソー来たらリーチでも打ちたいけどねあでも3万300か打てねないなきっと打たないなこれテンパイですよ炭酸素でも手代わりに差しあリーチいったこれはもう時間ないと止めないとここはリーチ行かないでしょうがねそうそうあれはリーチで OKOK 炭酸素でしょ炭酸素ですリーチいった方がいいですよ 一代わり単の三色ですけど、うん、いやそれでももう止めなきゃと思ってるからうもう早くリーチに行けば降りてくれるかもしれないから現物磯だけですけども、ねねまあ、やめてくれたじゃないですかこれ大きいんですこれ浜上これで直撃だなんて言うんでしたっけ3600万円もやめてくれますよ魚谷は C ピンが現物なんですねまだ、あ、これテンパイでもないよこれはい いるの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 これ一気図がないるのかいっていう話この仕掛けがこういうこういうことするとちょっと訳が分かんなくなるだってこれ必要ないだけだから天杯ですねおそんなに頑張るんかチーピン通ってるんですよねチーピン通ってたんだねはい2枚持たれてますねはい えもう無筋引いたらすぐやめようとそういうことだねまあ一応そうかそうかチーピンが全部取ってたんだね今度取った今度取り直しましたよさっきやめた三品今度取り直しましたイーソー引き戻しで現物待ちになったじゃあこのチーピン出る危険入ってますねただ微妙なところはまあ微妙なところは余分な泣きだったかもしれないねだから展開がほら かわしたいんだな、それはそうさ。頑張った。これ大事。こういうところやっぱり行くの大事。うん、やっぱりスチーピン上がり目があると思ってるからね。うん。チーピン出てるし。後田にどする？これはもう可能性ある。あこれ,これ4万で買えるか<や>でも復活狙うならチーピンあります,すよね。よねいやユアン切るかもしれないよこれ。 とりあえず天杯だけでもしておきたいっていうねやっぱあの荒波さんの素腕は天杯に見えますねだからここでラプロがやめてたのがまた復活しちゃったからこれでしかもツモがずいぶんずれてるから例えば親の上がりが出たりした時がこれがこれが1回押してると上がりでしょ。押し切りましたね。 まあウオもちょっと覚悟の位置だっていう感じには見えます。そうなんだけど、はい、あのこの余分なことして自分が結局うちうちに行っちゃったのがどうかなっていう。うさあ荒の上がりピン伏線は1300の上がりで、えー、対局は終了となります。さあ第39期十代決定戦11回戦はトップからウオタ続いて荒三浦浜上の並びで終了しました。 さあ続いて今,、えー、今シーズンの最終戦となります。12回戦です。